さあ、えー、それじゃあですね、方言ニュース行ってみましょうか。えー、今日の担当は、植地和夫さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、えー、お願いします。はい。最後水曜、そうう、がんじゅう、おわちみさゆみ。さて、昼夜くんわちの二十六日。また、旧暦うちなんく夢、昼夜はちわちの十七日に、ね、あたといびん。まあ、昼夜、彼岸、あけ。 暑さ寒さも彼岸までにちやびしがなあ,あちさんよ,こよくおないびがややさいあまた大火事のゆていちゅうるぐといびしがしわやびにゃ友人さびらなとあんせちゅうん琉球新報の記事の中からうちなありくりのニュースうちでさびらちゅうのニュースや伊江島観光協会が観光庁長官表彰に 選ばれるうのニュースやいびんユデ,ユディナビラ伊江島観光協会が観光庁主催の観光庁が無有する無有す第十回観光庁長官表彰に選ばれました選ばれやびたん県内団体の受賞は初めてですうちなからおのふうびおのふうびゆせ初めてやいびん 家島観光協会は2003年から農業や漁業春和じゃ海和じゃまた三味線教室などの体験型民泊事業をはじめ、えー、三振教室なぎの体験型体験しからする民泊事業に由始始め合い昨年度は9除や村人口のおよそ定義 4倍に当たる、えー、ユンベ,ユン,ベン間艦与える4倍比例の1万8,617人を受け入れており、えー、受け取って、えー、受け取って島の各産業や島民を巻き込みいい島のいろんな和じゃんまた島のちのちゃん町区で教育旅行教育旅行伊伊伊伊修学旅行の靴や蛇氏が、うん、修学旅行民泊を 島の一大産業に成,成長させたことが評価されました。の修学旅行民泊に由し飯島の,のマギーシクチン系育てたることが認められやびたん修学旅行に特化したえことにの修学旅行日系宮手にソウル飯島の民泊や当初は初め 300人程度の受け入れ人数だったということで300人びけるヤタルグとイビ氏が「伊島観光協会の古元会長は民泊で島全体が潤っている」「この民泊のおかじに島中が豊かちくになとイび長年やってきたこと,ことが認められて、えー、生まれしちゃうことの 見てみられて島全体の励みにもなる島中の勇みになったおびび、えー、いびんにち喜びふくらさそういびん民泊を体験した子どもが再び来島することもあるということで中堅、えー、民泊猿わらびのまた島万海中ルクトのアンディ・クトサーに 一般向けの民泊も充実させていきたい普通あたり前のちのちゃんが泊まられ,泊まられる民泊んナなーフィン素ワいサビだと述べ意味装置さらなる受け入れ体制の強化に取り組む意欲を見せましたなーフィンゆくんの観光客があ面装置泊まってくてみせることに、えー、触るやるんち 地平一等便観光庁長官表彰は魅力ある観光地づくりくくるんばりるちびらしい観光地にさらに観光の振興や発展に寄与した、えー、観光を向いあぎたる個人や団体に贈られるもので贈られる風靡や今回は近藤家島のほかに熱海市や グルーナビーなど4団体が選ばれました選ばったト・オ表彰式は来月二十の来月二十の15日の1日に東京で開かれます東京で行・宇宙・奥なりゃビン昼夜伊江島観光協会が観光庁長官表彰に選ばれるでのニュースを指定された。ど